で、ちょっとこれ見づらいんですけれども、いろいろなアンケートの項目のうち、女性研究者が少ない理由は何であろうかということの回答で、女性の方が多かった、男性の方が少なかった項目に赤い矢印がついております。で、理由、まずダントツなのは、家庭と仕事の両立が困難である。それから育児後の復帰が困難である。で、子育て、家事に追われている。で、次に多いのがですね、業績評価において評価者に男性を優先する意識がある。それから業績評価において育児などに対する配慮が少ない。女はちょっと蚊帳の外といいますか、そういうところはどうしてもない。それから役職に就きにくい、将来像が不透明、取ってもらってもずっと下っ端っていうようなことなんだろうかっていうことですね。まあ、職場環境というのもそういったことで女性が少ないんじゃないかということを答えています。それから指導的地位の女性が低い理由というのですね、つまり女の人はあまり指導的、上の方に立ち下がらないと言いますけど、そんなことはありません。してで、それでですね、なぜかということですけど、それも女の方が多いのを見ますと、まあ、やはり同じようなことですね、家庭との両立が多いの。それから女性には中途離職や休職がどうしても多い。やはり業績評価において育児、介護などに対する配慮が少ない。評価者に男性を優先する意識がある。それから現在指導的地位にある時代の女性比率が低い。教授、それから大学においては総長とか執行部とか理事会とかいうような、そういう機構に女性が入らなければ女性は取っていない。まあ、人気付きの職、それから、お給料も女性の方が低くて、それから人気付きの職についてのものも女性が多いんですけど、ちょっと時間があって飛ばします。これは数学会、日本数学会で私が作ったデータなんですけれども、まあ、いろいろな他の国の、各国の数学会に連絡を取りまして、数学者の数を調べまして、その中に女性が何人か。これは日本の場合は旧帝大を含む国立10大学の中の数を挙げました。日本は先進国中世界の下でから2位なんですけれども、日本は大体数学者と呼ばれるのが定義によりますけど、大体1000人から2000人おります。まあ、それで、まあ、193人がその旧帝大系の教授で、うち3名が女なんですね。3名というと、もう誰っていう名前まで。でその次のビリがアイスランドなんですけど、アイスランドは、国全体で13人しか数学者がいない国ですから、それにも関係されちゃってるという状態ですね。はい。まあ、ちょっとこれは関係ないかもしれませんが、ついでに言うと文系、これ理科系のことを私たち一生懸命やってるんですけども、まあ、関西における文系理系出身者の割合と上の方に行くと、出世すると文系の黄色が文系で理系が青なんですけど、出世すると文系が多くなるってな、これは出世すると女子が少なくなって男子が多くなって、これ似た構造なんだけど、何か関係あるのだろう、ちょっとご考えいただきたいと思います。それで、では日本の女性研究者の登用拡大には何が必要かということで、採用する側にもっと女性をということで、政府の第2次男女共同参画基本計画、2020年までに指導的地位に女性が占める割合 30% 以上に増やすということをお作りいただいて本当にありがとうございます。それでお金も予算を作っていただいて、このようなシステム改革予算という大型予算を今年度から5大学、北大、京大、東北大、東京農工大、九大の5大学を採用していただいて予算を貸し出していただいておりまして、効果が出ているように聞いております。で、私の所属する日本大学では、今のシステム改革プランの一つ前の形の女性研究者支援モデル育成という名前の方の予算で、平成20年に進行調整費をいただきまして、キャリアウェイユニバーサル化日大モデルという名前で現在活動アクティブにやっております。で、いろいろな女子中学生から高校生へのその魅力、理系の魅力を提案するキャリアウェイプラン、それから意識改革、男性女性に対する意識改革、それから IT 支援やキャリアアップのサポートなどなど、いろいろな盛りだくさんのアクティビティ
を持って活動しておりまして、例えば IT 支援ですと女性に対するサポートを行う SNS を構築したり、私たちは日本大学は IT が得意ですのでそういったものを作ったりとか、それからキャリアアップサポート、女性に対して大学院生ぐらいでも諦めないで研究勉強を続けるようにサポートする体制を作る、それから育児療育支援を行っている。でここにちょっと入れさせていただきましたが、これは日本大学の女性研修者ロールモデルによる本土の6月の講演会でございまして、これ私もちょっと話させていただきますけれども、数学2000年続く科学の不可能力ということで、私たまたま1964年の予想を15年かかってこの3月に取れたことが出まして、それでここに話させていただいております。数学というのは大変いい分野でですね、15年もかかって、もうこれ期限付きポジションだったら絶対できなかったようなことなんですけども、15年かかって、論文を出したんですけど、もう理論的には改善できない論文、それよりもいい論文出したら矛盾が起きるというようなものですから、何億年かけても絶対改善されない、そういうところが数学の特徴かなと思います。はい、話を元に戻しますと、日本大学の結局そのアクティビティの本年度の結論でございます。日大は今大変大きな大学なんですけど、女子は全部で今現在2万人学生がおりまして、女子大学よりも活動女子が多いで、大学院生はだいたい900人おります。で女子学生と女性教員の比率向上に努力中なんですけれども、女性研究者支援モデル育成というこの文科省振興書籍の予算に申請を始めたときは女性教員比率は 10.2% でした。で予算採択後平成20年度に急に伸びまして 13.9% まで上がりました。で、その本当 3.7% 上がったというんですけど、日本大学は数が大きくて母体が大きいので、数にしますと、絶対数にしますと女性教員が122名、これは多分他にこの予算をいただいてですね、この予算をいただいている大学で122名を女性教員に増やした大学はないんじゃないかと思っています。でモデルになっている理工学部、私のところでございますけれども、新規採用数値 20% うまく達成しました。 27.6% 女性を取らせていただきました。同じくモデル学部になっております生物資源科学では、バイオ系は割合と女性がもともと多いんだけれども、それでも 30% 新規採用数値目標を 33.3% ということでクリアをさせていただきまして、これだけやらせていただいて、結構日本大学は他の大学と比べて多くの女性教員を増やしたんではないかと。ここにいらっしゃる皆様、大学だけではなくていろいろなところの所属でいらっしゃると思いますけど、一生懸命勉強したくて研究したくてしょうがない女子たちはたくさんおりますので、どうぞ温かく潰さずにですね、外国に避難させずに日本で伸ばしてやっていただきたいと思います。以上です。